どうも、ウェダックスです。本日は、ゲームキャプチャー環境、私のゲームキャプチャー環境をどんな感じか言いたいと思います。で、グランツーリスモの体験版を落としたんですけど、もう全然やれてません。はい、すぐっていうか今日にでもやり始めます。それでですね、 PS4 のキャプチャー環境なんですけども、この前パソコンでキャプチャーする方法というかキャプチャーの環境をやりましたけれども、本日は私が普段ゲームをキャプチャーするときに使ってる環境をお見せしたいと思います。はい、まず PS4 ですね。で、 PS4 の HDMI 出力、これをガッと流れてきて、これスプリッターという機械ですね。このスプリッターは環境によっては必要ありません。興味のある方は HDCP のことを検索して調べてみてください。はい、で、このスプリッターを通して、まあスプリッターはだいたい1入力2出力になってますんで、そのうちの1つの出力を、はい、これですね、ゲームキャプチャー HD2 という機械に送っています。で、これにインとアウトがあって、アウトを今モニター側に出してるわけですね。はい、で、ゲームキャプチャー HD2 は 1080p30fps までのキャプチャーに対応しております。なので 60fps はキャプチャーできません。はい、で、これをですね、 USB 3.0 のメモリーが刺さってるんですけども、これに録画するわけです。はい、で、これ自体そんなに評判は良くないんですけども、私の使い方なら特に問題はない感じですね。はい、実際にちょっとせっかくなんで使ってみたいと思うんですが、配線はさっき言った通りですね。で、USB なんですけど、毎回ね、起動するたびになんか確認が入るんですよね。電源入れてみます。で、電源が、これの電源を入れるとですね、一旦画面がブラックアウトして、ゲームキャプチャー HD2 へようこそという映像が入ります。そして再びブラックアウトで、 USB なんですけど、接続動画保存できますと出てますので、このまま録画を押せば、この映像はね、録画できるのですが、なんか毎回抜き差しするたびに破損の恐れがあってチェックしますと毎回出てきます。毎回それを OK して、まあスキャンディスク的なのをしないといけないというのが正直少し面倒くさいですね。ただ起動が遅いのと、それが USB メモリーが毎回認識がなんか面倒くさいことを除けば、とりあえずまあ使えますね。はい、で、こいつの裏に 3.5 インチのハードディスクを接続、 SSD を接続して録画するという方法もあります。でもね、結局パソコンとつながってないので、メモリーは抜いてパソコンに持っていかないといけないので、 USB 3.0 を使うのは一番楽かなと思います。はい、でね、とりあえず録画してみますね。録画で、録画ボタンを押すとまたブラックアウトしてから録画、はい、録画が走りました。で、まあ録画した映像もちょっとこの辺に流しておきましょうか。で、こんな感じで録画が簡単にできるんですけども、買ってもう2年以上経つと思うんですけど、ある日突然機能しなくなったことがあったんですけども、ファームウェアを更新することによってまた正常に動くようになりました。で、今も全然問題なく使えてます。で、ゲーム実況にも結構使えて、音声を別に録音したりもできます。なので映像に
自分の声も入れながら録画したりっていうことも可能ですので、まあ、使い方としてはいいと思います。はい、そんな感じですかね。ただね、あの評判を見てると結構故障が多いとか、なんかちゃんと動かないとか、そういうあのレビューも結構出てるので、あのおすすめできるかどうかは正直微妙です。ただ値段が安いですね。1万5000円以下で今は買えます。なので試しにやってみたいって感じにはいいかもしれないですね。パソコンとかやっぱ敷居高いですし、あのキャプチャー環境としては敷居の低い部類に入ると思います。前にも言いましたけど、ゲーム実況とかっていうのはいろんな環境があります。本当に人それぞれです。なので自分に合った環境を見つけてあのやるのがベストだと思います。はい、今は多分これで録画は止まりました。はい、こんな感じで簡単に使えるゲームキャプチャー HD2 を私は未だに使ってます。はい、でまあ状況に応じてキャプチャーっていうのはいろんな方法がありますんで、パソコンでパソコンの性能をそのまま使ってキャプチャーしたりとか、あの PS4 にもキャプチャー機能があります。そしてこうやって外に一旦出して録画する方法で、録画機はパソコンだったりとかいろいろします。はい、で HDMI 接続と、あとはそのコンポーネント接続に対応しています。で別に他の HDMI、 例えばデジカメをつないだりとか、他のゲーム機、レコーダー、いろんなものをつないでも普通にキャプチャーできますんで、まあまあ普通に動いてくれれば便利な一台じゃないかなと思います。はい、はい、本日は私のゲームキャプチャー環境をあのお知らせしました。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。